ここで悪役七人衆登場。おい、おめえだ。おう、登場だぜ。とりゃ。ああ、バカ。仲間を殴ってどうすんだよ。仲間？悪い。そっか、ランボは仲間だったな。じゃあもう一回行くな。よし、トリア。だあ、剣で壁壊してるって。何やってんだ野球バカ。周りを壊すな、周りを。お、本当に壊れてら。悪い悪い。見ろ、アホウシがビビっちまったじゃねえか。悪役七人衆のシーンが進まねえよ。おお、悪い悪い。ランボ、ごめんな。うへやえ。ああ、ランボが10年バズーカ出しちゃったよ。これはこれは、若きボンゴレの皆さん、また忍者ごっこですね。そういえば、子供の俺もハマってた。またこいつかよ。相変わらずランボの変身はお見事だな。よし、俺も練習しねえとな。なんだか楽しくなってきたな。ったく、天然野球ドバカが。結構忍者劇も楽しいな。アクションもだいぶ覚えてきたし。とはいえ当日は野球の試合だから寝れない。だから変装名人に身代わり頼んだんだし。あいつが完璧に俺になってんなら野球もできるんだろうけどな。ま、そんなわけないか。でもあいつすげえ身体能力だ。野球をやらせたらどうなるんだ。やっべ、面白そうだ。やってみて。いい。いいんだよ。いいんだよ。いいよ。やっぱしお前の運動能力は本物だぜ。いいから、いいから。後で河原に来てくれ。それじゃ。河原でな。おう、俺の野球の相手をしてもらおうと思ってな。お前ってすげえ才能の持ち主だと思うんだけどな。おう、言っただろ、お前の運動の能力は本物だって。この前お前と戦っただろ。あの時にな、お前の身体能力
ほんとすげえと思ってさ。おう、一緒に戦ったんだから俺にはよーくわかるぜ。いや、お前はすげえって。あの身のこなしと飲み込みの速さ、なかなかあんなやついねえよ。それでな、俺は野球やらしたらきっとすげえプレーしまうんだろうなって思ってな。で、ぜひ野球やらしてみてえなってさ。よし、行ったな。ほら、お前のグローブだ。悪いな、また頼むぜ。よし、始めるぞ。ビシビシ行くからな。まあな、そんなに構えるなって。まずは簡単なキャッチボールからな。ほら、行くぞ。おお、取れてるじゃねえか。さすがだな、俺が見込んだだけあるぜ。ほら、どんどん行くぞ。やっぱお前すげえな。俺の全力投球をこんだけ受けられたんだ、相当なもんだぞ。よし、次はそっちが投げ込む番だ。思いっきり投げていいからな。あれだけの身体能力と飛び込みの速さだ。どんなすげえ球を投げるか楽しみだぜ。お、なかなかだな。でもお前ならもっとすげえ球が投げられるはずだぜ。お、だいぶいいぜ。よし、もう一丁。よし、まだまだ、もっとだ、もっと。よし、かなりいい感じだな。おう、投げる方はな、まだバッティングが残ってるぜ。投げるだけじゃなくて打つのも仕事だろ。お前ならこれくらいなんでもねえだろ。あんだけすごいんだし。よし、そこなきっちゃな。じゃあ俺が投げるから思いっきり打ち返してくれよな。疲れてるじゃねえか。また調子が落ちまったな。野球となると友達は悪いことになるな。ああ、俺今日配達手伝うんだった。今日はここまでだ。じゃあ打撃はまた今度な。おう、じゃあな。期待してるぜ、変身名人。